富士田航空機八条富士墜落事故は1963年8月17日に発生し19名の犠牲者を出した航空事故である。羽田空港と八条島空港間に定期便を就航させていた富士田航空は1963年8月17日浅草旅行会一行の団体客輸送を依頼された。この時富士田航空には 定員15名程度のデハビランド DH-114 ヘロン型旅客機と、それより大型のフォッカー二27旅客機を運航していたが、折り悪くフォッカー機は定期点検中であり使用できなかった。そのため、藤田航空は、東亜航空に貸し出していた、機体記号 JA6155 機を含む3機のデハビランド DH-114 ヘロン型旅客機を使用して、 旅客41名の輸送を担うことになった。1番機に当たる JA6155 機には、操縦乗員2名、客室乗務員1名、乗客16名の計19名を乗せて午後2時24分、八丈島空港を出発した。続いて2番機と3番機も羽田空港に向けて出発する。後続2機は羽田に到着したものの、 一番機は到着予定だった午後3時39分を過ぎても羽田に到着せず、3時間分の搭載燃料が枯渇する午後4時半、一番機の遭難が確実となり、大規模な捜索が始まった。ガソリン油膜が付近海域に漂流していたため、一番機は予定されていた高炉下の海域で遭難したと判断。そのため、 海上保安庁巡視艇、藤田航空同僚機、全日空のビーチクラフト、航空自衛隊、在日米軍機が捜索したが、一向に機体は発見できなかった。19日になり、警視庁は捜査範囲を広げて、八丈島の山地を捜索したが、この際も遭難した一番機は見つからなかったため、捜索を打ち切った。 一番機の遭難から三日目の翌20日午前8時55分、事故当日に番機の機長だったパイロットが、空港から 10km 離れた八条富士八号目の雑木林に激突して大破した JA6155 機を発見し、事故機は尾翼を残して焼け落ちていた。警察官や消防団などが墜落現場に駆けつけたが、生存者はなく、乗客。 乗員19人全員の死亡が確認された。操縦乗員2名と1名は着害、他の16名は客室で、それぞれ発見されたが、遺体は、焦損が激しかった。八丈島空港の通常出発方法では、南西方向へ離陸し左旋回するのが通常であったにもかかわらず、この日遭難した1番機は、右旋回したことを2番機の機長が証言した。 また事故機の機長は、藤田航空の訓練所長兼飛行課長代理を務めるベテランパイロットで、操縦ミスが事故原因とは考えにくかった。このため、事故機が右旋回した理由についてはという原因が考えられたが、最終的に事故原因は確定しなかった。また、空港の至近距離で墜落していたにもかかわらず3日間も発見できなかったことについて、事故当日に、 山で炭焼きをしていたものから衝撃音があったという通報情報が寄せられていたが、これが捜索本部に伝わっていなかった点、捜索した航空会社や海上保安庁、航空自衛隊との連携が取れていなかった点、空港周辺を捜索しなかった点などが批判された。ありがとうございます。